はすみ、気のせいかもしれませんがよろしいですか？とりあえずどうぞ。何が起きてるの？先ほどから、某私鉄に乗車しているのですが、様子がおかしいのです。ふんふん。はすみ、いつも通勤に使っている電車なのですが、先ほどから20分くらい駅に止まりません。いつもは5分か長くても7、8分で停車するのですが止まりません。乗客は私の他に5人いますがみんな寝ています。もう電車降りちゃったりしてないよね。特急とか各駅とかの違いじゃないの？快速電車？はすみ、ご指摘通りに乗り間違えた可能性もあるかもしれませんね。もう少し我慢してみます。またおかしいようであれば相談させていただきたいと思います。とりあえず一番端っこの車両に行って車掌を見に行ってみれば？もし運転手が転換を起こしてたら大変だ。車掌室まで見に行ってこい。はすみ、まだ止まる気配がないのでちょっと見てきます。路線と乗った駅名をまず書きましょう。はすみ、ブラインドというか窓に目隠しがあって、車掌さんも運転手さんも見えませんでした。路線は静岡県の私鉄です。コテとトリップつけてくれ。窓をコンコンしてみたら？はすみ、窓を叩いてみたのですが返事はなかったです。窓から外見えないの？通過した駅の名前とか。はすみ、トンネル出てから速度が少し落ちました。普段トンネルなんてないのですが、新浜松からの電車です。はすみ、止まりそうです。駅みたいです。まさか降りないよね。はすみ、今、木更木駅に停車中ですが、降りるべきでしょうか。聞いたことも見たこともない駅なのですが。何時の電車に乗ったの？ぜひ降りてみて。終電まで乗っててくれ。つーかもう発車してるっしょ。はすみ、降りてしまいました。無人駅です。乗った電車は11時40分だったと思います。町田親衛隊。木更木駅って検索しても出ない。っていうか、はすみくんの電車は1時間も走ってたのか？じゃあ本当に風呂。木更木駅って検索引っかからないな。はすみ、戻ろうと思い時刻表を探しているのですが見当たりません。電車はまだ停車していますのでもう一度乗った方が無難でしょうか。と書いてるうちに行ってしまいました。近くに人のいそうな建物はありませんか？寒いから体に気をつけてくださいね。はすみ、駅から出てタクシーでも探してみます。ありがとうございました。それがよかろう。気をつけてな。終電もとっくに過ぎた無人駅の周囲に果たして容易にタクシーがあるか甚だ疑問である。そしてハスミは二次元の世界の住人になったとさ。ハスミ、タクシーどころか何もないところでした。どうしたら？駅員または近くにある交番へ GO。 とりあえず110番？タクシー会社に電話するのは？こりゃもう K へ行くしかないね。近くに電話ボックスがあったら電話帳でタクシー会社調べて電話だ。木更木駅っていう駅がないんですが、もう一度確認していただけますか？駅名。とりあえず104にでも電話して、駅に近いタクシー会社を聞いてタクシー呼んだ方がいいかも。はすみ、家に電話して迎えに来てくれるよう頼んだのですが、木更木駅の場所が両親にもわからないようです。地図で調べてから迎えに来てくれることになりましたが、なんか怖いです。他の人はどうしたの？降りたのは君だけかい？俺もネットで調べてみたけど、木更木駅っていう駅名が出てこないんだ。
新浜松周辺にいることは間違いないんですよね。ヤフーで調べてみます。はすみ、公衆電話は探したのですがないです。他の人はおりませんでしたので今私一人です。駅名は如月駅で間違いないです。ギャルゲーの如月駅も無人駅なん？公衆電話は駅の敷地の外にある場合もあるよ。ゲームオタクなのか？ググったらゲームが出てきたが。とりあえず駅を出てみたら？今ちょっと調べたら、鬼って書いて如月って読めるのね。如月駅の前と次の駅名を書いて、書いてないとは言わせない。鬼駅かよ、怖え。はすみ、ゲームって何のことですか？次の駅も前の駅も書いてないです。線路を歩いて帰りましょう。はすみ、そうですね、パニックになっていて気がつきませんでした。線路に沿って歩きながら両親からの電話を待ちます。先ほどiモードのタウン情報で調べてみたのですが、ポイントなんとかエラーってなってしまいました。早く帰りたいです。早くタウンページなりなんなりしてタクシー呼びなさいな。今から走って追いかければ電車に追いつけるかも。駅なんだから周りに民家ぐらいあるだろう。町田親衛隊。周りはどんなところなんだ？何もないって言っても山が見えるとか畑があるとか一面草原とか海が見えるとかそういう特徴を教えて。はすみ、近くには本当に何もないです。草原とか山が見えてるだけです。でも線路を辿っていけば帰れると思いますので頑張ってみます。ありがとうございました。ネタだと思われてもいいので、また困ったら相談してもいいですか？いいよ。とりあえず気をつけてね。町田親衛隊。いいよ。携帯の電池切れだけには気をつけて。今は命綱なんだからね。方向を間違えるなよ。あとトンネル内は気をつけろよ。何もないところで携帯の電波は届くのか？駅から動かない方がいいと思うが。寒い夜、駅員がいない一人ぼっちの駅。もうすぐ電球も落ちて真っ暗になるかもしれんな。線路はもっと真っ暗な罠。これからトンネルもあるんだろ？それでも、駅で夜明けを待った方が無難だったかもね。こりゃやばいな。はすみ、父親から電話があり、いろんな問答があってどうしても場所がわからないから110番しなさいと言われたので多少抵抗はありますが今から電話して助けていただくことにします。明るくなってからの方が行動しやすいと思うんだけどな。夜中に一人でじっと待てる？見慣れない奇妙すぎる土地で。夜中に一人でトンネル通れる？見慣れない奇妙すぎる土地の線路で。じゃあこんな寒い中見知らぬ夜道をずっと歩けるか？はすみ、110番して一生懸命現在の状況を説明したのですが、結局いたずらだろうと怒られてしまい怖くなって謝ってしまいました。なんで謝るのよ。今日は諦めるぽ。始発を待とう。はすみ、遠くの方で太鼓を鳴らすような音と、それに混じって鈴のような音が聞こえているのですが、正直もうどうしたらいいのかわかりません。駅周辺はどんな様子？何がある？今から始まるんだよ。太鼓と鈴の音？シャンシャンポクポク。とりあえず駅に戻れ、はすみ。迷ったら最初の現場にも帰るのが一番。祭りでもやってんだろ。はすみ、嘘だと思われるかもしれませんが怖くて後ろが見れません。駅に戻りたいのですが振り向けません。走れ、絶対に振り向くな。もう駅に向かっちゃいなよ。連れて行かれるからね。とりあえずトンネルまで走れ。意外と近いはずだから。はすみ、おー、危ないから線路の上歩いちゃダメだよって、後ろの方で誰か叫んでいたので、駅員さんかと思い振り向いたら、
10メートルくらい先に片足だけのおじいさんが立っていたのですが、消えてしまいました。もう怖くて動くことができません。落ち着いてお兄さんの言うこと聞いてね。その太鼓の音のなる方に行ってみてね。太鼓を叩いてるのもいるはずだから。おい、お前はハスミンをどこに連れて行く気だ。だから振り向くな、走れ。なぜ片足だけなのにおじいさんとわかるんだ？片足がないおじいさんってことだろ？違うよ。ハスミンは今から連れて行かれるんだよ。だから戻れるなら戻った方がいいんだよ。ハスミ。もう歩けないし走れないです。太鼓みたいな音が少しだけ近づいてきています。きっとその線路で引かれて片足をなくして死んだおじいさんだね。ハスミはもうこの世の人じゃない。残念だが君の書き込みからは生きた人間の感じがしない。自覚しないと成仏できないよ。とりあえず夜明けを待て。明るくなれば怖くないよ。電車に乗ってりゃよかったんだよ。ハスミ。私はまだ生きてます。転んだ傷から血も出てるし、折れてしまったヒールもきちんと持っています。まだ死にたくないよ。じっとしてても好転しそうな気配じゃないってことは確かなようだな。とりあえずトンネルを抜けたら安全だと思うよ。トンネル抜けたらすぐ通報して保護してもらいなよ。はすみ。家に電話しました。父から警察に電話してくれるそうですが、音がどんどん近づいてきます。そうそう、トンネルに入る前にトンネルの名前は確認しておいた方がいいよ。普通のトンネルなら必ずトンネルの名前が入ってるから。これで警察に電話しても自分の居場所が分かってもらえるね。とりあえずその音が列車の音でないことを祈るぜ、と言っててももう遅いかもしれんがな。はすみ。なんとか頑張ってトンネルの前まで来てみました。名前はイサヌキとなっています。音も近くなっているので勇気を出してトンネルを抜けてみようと思います。はすみが無事トンネル出たらまた書き込みます。がんがれ。これが最後だ。電車も駅もすでにない。戻るところはない。追う者もいない。聞こえる音は自分が作り出している過去の幻だ。トンネルの向こうへ走れ。立ち止まったらどちらの世界でもないところではまって、心吟するだけだぞ。はすみ。トンネルから出ました。先の方に誰か立っています。助言していただいた通りにして正解だったようです。ありがとうございました。涙で顔がぐしゃぐしゃなので、はすみがお化けに間違われてしまうかもしれませんね。待て、はすみ、行くな。止まれってやばいよ、それ。誰か立ってますってこんな時間にか？それは怪しいって。はすみ、ご心配かけました。親切な方で近くの駅まで車で送ってくれることになりました。そこにはビジネスホテルみたいなものがあるらしいです。皆様本当にありがとうございましたです。ハスミン、聞きたいことがあるんだが答えてくれ。そこはどこなんだ？親切な人に地名を聞いてくれないか。ハスミ、場所を聞いたらヒナだというのですが、絶対にありえないことだと思うのですが。本当に親切なのか？霊より怖いかもしれないぞ。まああれだな。で、そこはどこなんだよ。やばいよ、その人。なんでこんな時間に線路付近にいるんだ？きっと死体かなんかを処分してて、ハスミンに出会ったんだよ。逃げて。ハスミン、車から降りろ。ごめんね、カスミン。ヒナってどこ？不思議な話だ。こんな時間に線路から歩いてきた女の子を乗せるヤシがいたのか？何してたんだ、その人。はすみ。先ほどよりどんどん山の方に向かってます。とても車を置いておく場所があるとは思えないのですが、全然話してくれなくなってしまいました。こんな時間に起きてるヤシにろくなのはいない。話してくれなくなったのはずっと携帯いじってるからかな。はすみ、やばいやばいよ。親にはトンネル出て保護されたと連絡したのか？はすみさん、
110番してください。あなたの最後の書き込みになるかもしれません。はすみ。もうバッテリーがピンチです。様子が変なので隙を見て逃げようと思ってます。先ほどからわけのわからない独り言をつぶやき始めました。いざという時のために一応これで最後の書き込みにします。これ以降、はすみさんからの書き込みは途絶えてしまいました。ただ釣りなのか、それとも本当に存在しない空間へ迷い込んでしまったのか、真相はわからないままです。以上、終わり。